所属の女性をお笑いコンビである。1984年11月13日から、A 型、身長161センチメートル、兵庫県豊岡市出身。以前は、ツッコミ担当愛称は、コキーユ、小雪ちゃん、ハッシャン。兵庫県立豊岡南高等学校卒業京都、立花大学文学部英語コミュニケーション学科卒業。実家は、木の温泉近くで、 民宿、ハシボンを経営。趣味は一眼レフカメラで時折撮影した写真をツイッターにアップしている。大学生時代に KBS 京都テレビのごンにスタッフ、出演などで関わっていたことがある。日本パブリック連合時代、オーディションを勝ち抜き、天神祭でギャルミコシを担いだことがある。大学生時代、オーストラリアに留学した経験がある。 カッピという名前のモルモットを飼っている。名付け親は、事務所の先輩である、田中雄二。東京都東村山市内のガールズバーで働いていた、時期がある。以前作ったカフェ部があり、2015年に、久しぶりに活動を再開した。部員は、以前は、橋本と事務所の同期のウエストランドの井口のみだったが、活動再開に伴い、新しく事務所に入った。 シティホテル3号室のオシダが加入した。橋本は目的のカフェがあるのと逆方向に誘導したり、カフェじゃない店をリサーチしたりと何もできなかっため、オシダが部長に任命された。ただ、橋本はコーヒーがあまり好きではない。単独で行った場合はツイッターで報告し合っている。お笑いにおけるポリシーについて、これから何が起こるって思わせたら勝ちだと思うと話している。 関西の出身者で大学まで関西にいたが、芸人になってから東京での生活が多くなったため、普段は共通語を話している。A 型、身長152センチメートル、愛媛県今治市出身、以前はボケ担当愛称は、ミミタン、ミミコ、サトシちゃん。ネタ作り担当、愛媛県立今治南高等学校卒業、美術系短期大学卒業、 日本パブリック連合時代の芸名は中野倉庫。特には日本が芸人になる前、下着のデザイン会社に勤めていた時期がある。しかし同僚とコミュニケーションが全く取れず5ヶ月で退職した。その後約1年6ヶ月のニート生活の後、自分のようにどうしようもない人でもやっていけるような仕事かなと思ってお笑い芸人を目指すようになったという。以前、 ウサギを飼っていたが、2011年初頭に死亡。葬儀も虚構したが、死んだウサギの名前がコマネッチだったため、葬儀業者が笑ってしまい、厳粛な雰囲気に浸れなかった。その後再びウサギを飼い始め、名前を事務所の先輩である大田光にアンドロポフと命名してもらった。なお、アンドロポフという名前の由来はビートたけしのギャグに由来するという。以前、 工場で流れてくるカップにひたすら小豆を2 4 5ムずつはっかり入れていくバイトをしていた。芸風からは想像できないほどの超重度の人見知り。中野にとっての橋本は、私が作り上げた作品で、空っぽで何もないところが好きで、自分の色に染められる素材で、キャンバスみたいな状態。2020年1月18日、同じ事務所のピン芸人。 松尾アトム全派出所と結婚。これ以前より松尾から熱烈なアプローチを受けていたが交際に至らず、2019年12月31日に突然結婚を思い立ち、この日のうちに松尾に逆プロポーズしたところ受け入れてもらい、交際例での結婚となった。しかしまだキスもせずても握らないどころか、まだ同居してないだけでなく、松尾は中野の自宅を知らないということで、 一緒に送っていっても必ず途中で別れることになっているという。2007年10月それぞれピン芸人として活動していた同期二人によって結成。橋本が中野に土下座をしてコンビを組んだ。中野はそれを受け入れて自分がネタ作成を担当する。代わりに橋本に身の回りの世話、家事、食事、スケジュール管理などをすべて頼み、橋本もそれを受け入れた。 また、日本エレキテル連合の生みの親は、俳優の西村和彦であったことを2014年11月6日に放送されたダウンタウンデラックスにて明かしている。それによると、橋本がピン芸人時代の2007年に、KBS 京都のテレビ番組、ゴーンに出演した際に共演した西村が後日、お笑いライブに出演する橋本を見たところ、全く面白くなかったと告評した。 一方で同じライブに出ていた中野のことをとても面白かったと評価して、橋本にあの子には勝てないと助言したが、橋本はこれで退かず、中野にコンビを組むことを申し入れ、中野も頼まれたので妥協したと結成はしぶしぶながらだったと言う。以前は日本パブリック連合として小畜芸能で活動していた。しかしコントにリアリティを追求するあまり、衣装代。 小道具代に資金を費やしすぎたなど莫大な借金をしたことを理由に2009年10月1時活動中断。2010年4月活動再開。大阪から東京へ活動の場を移し、日本へレキてる連合へとコンビ名を改めて2010年6月タイタン所属となる。なお、タイタンは原則的に女性タレントを所属させない方針であるため、 自分たちが所属できたのは特例であったと語っている。なお、全所属の松竹芸能には、今から後戻りもできないので、ゼロから出発しますと断りを入れ、タイタンに所属になった際にも連絡を入れている。タイタンを所属先に選んだ理由は、爆笑問題を尊敬していたから、借金は2010年12月23日をもって、完済したことになっている。 ブレイクする以前の2014年1月時点、電気、ガス、水道すべて止められるほど困窮していた。そのため、事務所の先輩である田中に、毎年新年会で若手に渡しているお年玉を、前借りして、生活の足しにしていた。2013年8月19日に、YouTube チャンネル解説、キングオブコント2013、2014準決勝、進出。 ネタの、ダメよ、ダメダメが2014年の、新語、流行語大賞の年間大賞、2014年度ネット、流行語大賞同賞、ヤフー検索大賞2014、お笑い芸人部門を受賞した。ありがとうございます。